ピッポアヤン。見てみて。よろしい、順番。あ、ちょっとだけ散歩行こうや。な。ちょっと散歩行こう。うん。で、リードつけるから待って。あ、待って。ちょっと一回いいっすか。繋がってないんかい。えいちゃん。あ、ぺっちょ。ほんと君らさ。喋るやつ変えるやつ。今何度？お、マイナス2度。うわー、やりますな。寒いですね、今日は。そうだ、さらに車中泊として旅行ったいつや。淡路島ぐらいか、四国ぐらいか、徳島。どこやったっけ、本当に。そんぐらい車中泊と言って。そうなんだよ。だからね、ほんまにね、車で寝て旅しようってやってたのがもう前すぎて。うちの前なんか車中泊モードになったらずっと車中泊。そう、キャンプモードになったらキャンプも。今ね、ここ道の駅東条に向かってます。もう間もなく着くところ。こっちは行き止まりって書いてます。いる人。そういや、なんか向こうから来るときもなんかこんな変な道通ったね。なんかまるであの、あそこ嘘の流れを越えるみたいな。BGM みたいな。でもあれ以来の徳島はだね、多分そうやと書いておりますな。右も左も書いております。結構あります。そうですね。どこがいい？でもいい、前田はそこだった。どうする？この辺でいいんじゃね。端っことかにする？そこ空いてる。おいしそう。トイレ来て。そこの端っこも空いてるよ。頭を考えたら、うん、バックやな。うんうん。はいよ。じゃあちょっと。こう向けた向こうが上やろ。うん。だね。ご視聴ありがとうございます。森ファミリーとさっちゃんです。ここにポアです。久しぶりに今日は車中泊です。私たち車中泊しなさすぎて、もう車中泊の仕方を忘れるんじゃねえかと。ギリギリ覚えてない。うん、なのでテーブルもちょっとね、年内滑り込んでちょっと車中泊しに来ました。あのね、やっぱね、年末に近づいてきてることもあってね、今ね、なんとマイナスここ2度ね、やばいです。結構寒いから、とりあえずシュラフと、その上にブランケット、これをね、2人でガサッとかけて寝る感じになっております。これと、うん、一応ね、ポッカイロがいるね。うん、はい、はい、もうお散歩済ませましたので、あと寝るだけです。わ、急速に温まってるの。俺が温めてるから、ね、肉冷たかった。な、地面寒かったもんな。あ、ちなみにこれね、今ね、オズモ新しいやつ、3、はい、なんかね、GoPro だとちょっとなかなかね、難しいところがあるんです。固まるんですよ。そう、撮影する側としてはね、おいおいおいっていうところがちょっとあってね、ゆっちゃんがもうちょっとコンパクトで、あと使いやすそうなっていうところで、今回こちらさんをゲットしてくれましたので、またね、どっから金が出たんだか本当にっていうところで、このオズモ何？ポケット3、はい、を使って今回全部撮影してみようと思います。案件じゃない？あ、全然違いますよ。ほんまにこれね、個人的に買ってるやつなんで。ということで、皆様今回も最後までぜひご視聴お願いいたします。まずビールを飲むにはテーブル出します。よいしょと。あ、なんか引っかかってる。
これね、車中泊ではいつも使ってるこの子ですわ。すごい久しぶりに。本当に、本当に、本当に久しぶりなのよ。だって、車中泊しないんだもん。しないんだもんって失礼だな。よいしょっと。あ、今回ね、こんな感じで、ちょっと、冷蔵庫の中が、いよいちょっと。冷凍庫に入ってんの？嘘。冷蔵庫はこのような形になっております。そうですね、鍋の具材オンリー。で、こっちね、こっちにはお鍋に使うお肉たち。すごくと使いやすくなったと思わへん？何が？これ。まだね、使って今日ぐらい。ちゃんと撮影に入るのは今日ぐらいなので。シュ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 。はい、オッケー。キャンプーイ。あ、今日キャンプじゃないんだ。今日も頑張った。見てる？こんぐらいでね、十分。だって、外、マイナス2度だよ。寒いべ。ブーリ。あー、よかったね、よっちゃん。久しぶりですもん。その、それね。何があんだわ。なんか折れちゃう？うん、ご飯。ご飯がない。食べた。食べた、言ってますよ。もうちょっと食う？あんたはでも最後持ってって投げたからな。オープン。やべえ。もうさ。11時過ぎてるよ。食べたって聞きましたよ。大人地区出まちょう。今日は今日にかけてどうしたの？今日な23時迎えてんね。今ポイフルの時間ちゃうね。あのおい男どもおい、23時超えてるっつってんだろおい。だから、くんちゃんに何ポイフル開けてんだよ。だから、明日だって。明日だって。やめとけって。ポイフルやめとけ。お騒がせなやつめ。毎回毎回そんなんちゃうか、お前。ない。あ。強いて言うならあなた。日付変わりそうだ。だから言ってるやんか。もうさっちゃんもうちょっと飲んでるから、ゆっちゃん先に自分の寝床作って。これさマジでいいんだよね。最初どうかな思ったけど、やっぱさこの冷たくない方、これぐらい寒かったらもう1400ぐらいがいい、うん、1400を下にして冷たくないからめっちゃあったかいっていう。今ねお着替え中ということでね、チラ見せするのもね、なんかねちょっとそんなにあのいい体してないので、最近最近よっちゃんお腹がブボンって出たからね、一緒にねあの腹筋とか頑張ってるんですけどね、まだねお見せできるようなもんじゃないです。ほらぷよぷよんすぎてぷよんぷよんじゃねえわ。じゃあもう早く着替えなさいよ、見せるわよ。寒いっすよ、みんな見て。温度何度ないの？これかけて寝たらめっちゃあったかいから。おめえのだけじゃねえんだよ。へへへじゃねえんだよ。なんだそれ。よっちゃんいつもこの形で寝るからね。ほんとに。半袖で寝たい人なんです。よしみよでーん。あ、ほんまやな。めっちゃあったかい。では、おやすみなさい。また明日。おやすみ。ピッツ。おはよう。やろうとも元気やな、朝から。あ、ピッツおはよう。おはようございます。今、こうやって見てたら。マイナス4度です。お、寒い。お待ちかねの、あれですね。
ファミマの生コッペパン買ってきます。はい、あご、はい、赤しこい、そうだ、なにぺちゅん、よし、早い早い、あちゃ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 、今さ、ヒーターをちょっと動かしてるんですけど、で、フロスターね、これ、フロントのやつ、さっきまでパキパキやったんですけど、もう大丈夫そうで、内側も大丈夫やん、ね、外側、何買った？生コッペパンの焼きそば、あ、卵、なんかソーセージとかもあったでしょ。さっちゃんはね、甘いやつです。あんバター入りホイップと、うわ、甘。ダブルチョコ。これね、チョコホイップとチョコクリームですって、食べるでしょ？食べるよね。よし。え、皆さんって、好きな方から食べる、うん、私は好きな方から食べるので、すぐあん。ホイップバターからいただきます。なんでお前がペロッチョするの？でおー、なぜだって普通、うん、届かんかった。こっちじゃないの、こっち、君のご飯こっちね、これママちゃんのご飯、あ、だから食べて、そんな可愛い顔しても無理だぞ。ええー、じゃなくて、あっちに色は違う。なあ、あごしたらもらえると思うなよ。やめろ、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 マジでやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、よっちゃん、最悪じゃない、見てここ。ちょっとよっちゃん見て、爪入りました。最悪。出発。ありがとうございました。でもファミマが併設されてるから、ね、スーパーラグジュアリーみたいな、いいよね。いや、めっちゃ寒かったで、朝起きた時さ、4度だって、マイナス4度。そうやったの？マイナス4度でした。太陽当たる電波大きいな。そうね、すっく、もう今で0度。こんな元気つき。0度。シュラフの上に毛布っていい考え、やっぱり。しかもあれさ、重くないやん。あのふわふわブランケット。だからさ、ちょうどいいんだよね。もう次からそうしようか。じゃあ7000円ですね。せやな。ピッチャーは中入ったらもうあとは動きませんっていう態度を固くなに示すから、もうしょうがないと割り切って足元で寝ていただきましょう。いやー、今日もいい天気ですな、本当に。あ、なんかちょっと広くなってるっぽいよ。失礼します。こんにちは。あ、チョコちゃんで、あ、ほんとだ、どれがね、ちょっとせっかくだからお賽銭でもと思いましたが、あ、ちょうどここにお賽銭箱があるので、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。で、大体これで常温で3日間は飲めるそうなので。重たいよ。大丈夫。ペッパー用にも水もらっていく？ペットボトルに入れて。はい、ありがとうございます。冷たかった。冷たさを感じて。あゆまい。ぺちゃん、水。はい、うまい。寒っ。さ、なかなか暗い感じでございますが、水汲んでそのままちょっとお家の方に戻る感じで走らせておりましたが、もうちょっとで6時近いということで、めっちゃ寒くなってきたし、今昼間と温度そんなに変わらない、ここ今2度です、外気温。寒くなったのでちょっと温泉行こうと思います。久しぶりにやってまいりました。
寒いね。よいしょ。チュッ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 さあちゃん今回導入させていただきました。使い倒して、はい、気になる方はぜひ概要欄をご覧ください。これよっちゃん1個あげるわ、ウォーマー。あ、いや2個使ってくれる。あ、とりあえず1個試してみて。でもあったかいね。ほんと、さっきちょっと充電してたからかな。マジあったかいんだけど、このポケット、はい、このポケット両ポケットですね。あ、サンキュー。いやもう手で持ってるよ今、ほら手に持ってんだよ。めっちゃあったかい。これ1でこのあったかさやで。私今右手無敵右手が超無敵怖っはい、8本といえばビール、皆様まだご飯も作ってない時なのにお先失礼いたしやす。ふいい音。乾杯、はい、お鍋をしていきます。結構パンパンに入れてる。お好み焼きでも作るのかぐらいの勢い。ここでお好み焼きは嫌や。じゃあ来年まで持ち越し。今のイチゴが一番甘いんじゃないか。クタクタに煮ていこうと思われます。思われます。昼間に汲んだシソの美味しいお水の一つ、延命水です。え、すごい名前だ。皆様、延命水まんまです。延命は伸びる命と書いて延命水。よいしょ。皆様、車中泊は IH を使いましょう。安全面。そうだね。安心安全 IH のトリプル A でございます。トリプル A とか言いながらさ、手は3ってやって。ちょっと頭おかしく。安丸さん使って簡単鍋です。これだけで味決まるからね。さあ、ちょっと沸騰してきてから入れようかな。よよよよよ。そのまま全部突っ込んだらええやん。突っ込んで切ったらええやん。入れてから切った。うわー、場所、うわー、こんなことある。ボアたちも私、いくら私でもね、ここまでひどいことはね、したことないよ。ボアたちも。したことない、したことない。ほぼ、あちしが飲みました。
鍋ができひんからイラッとしてぐちゃっとしてしまいました。うん、足りる、大丈夫。車中泊でさ、こうやってなんかゆっくり鍋を食えるって贅沢。贅沢、めっちゃ贅沢。あーもう最高。そしてはい、こちらも最高な仕上がりでございます。いただいてみます。うん、ほんま、やっぱりベースのさ、出汁の香りがほんまにいいんだって。マジもう安丸さんじゃないと無理だよね、このベースの出汁。本出汁じゃ絶対無理だし、だからといってカツオと昆布で取ってもちょっと違うんだよね。どうしよう、ベース内18度ぐらいあるんじゃん。今ね、そうね、18度、12度設定の18度です。お肉もまだあるよ。ごちそうさまでした。あーもうすっからかんで、横に避けたゆで野菜、これはペプちゃんのおやつです。もうちょっと食べる、食べる、いいよ。ほら後ろ見てみ、でかすぎやわ。よし、切ってあげ。ペッちゃん、お待たせ。よし、ね、ちょっと狭くなっちゃってるよね。ペッちゃんどうも。ペッちゃんはママちゃんの足元よ。いやそんなじゃ、いややめてやめて、本当やめて、本当やめて。ちょっと。はい入って、はいはいはい、はい、以上です。ママもと飲むの？皆様おやすみなさいませ。ね、早いよね。明日は何時起き？明日は、この感じやとまた昨日と一緒の7時ぐらいちゃう？よいしょ。じゃあ、ゆっちゃんおやすみ。ペッポおやすみ。ちょっとやめて。今日こそペッポはお願いだから安眠させてくれ。おはようございます。いやー寒いでよ、これ。これ皆さん見てください、カッチンカッチン。まあそりゃそうだよね、氷点下ね。ふるふるふるした、フロントガラスバキバキ。あ、おはようございます。ベタ天井天井、ナイピちゃん、ちゃんぽちゃん、はい、かいかい、もう一回、はい、質問だ。よいしょ。あ、あ、よいしょ、はい、食べたん？早いね、はいし、はいし。冬の寒い時の車中泊、今回楽しむことができました。1日目も2日目もマイナス4度だったんですけど、昨日の方が全然寒くない。昨日も全然寒くない、うん、だって靴下さらに脱いで寝たもん。あ、私も靴下は脱いで寝てたけど、シュラフの上にもうほんまにタオルケットだけでも全然いいと思ったし。あのタオルケットは一ついります。いります。あのコストコで売ってます。売ってましたやな。した、うん、今あるのかどうかわかんないけど、とりあえずね、あのふわふわのモコモコ軽い感じがまたいいから。皆さんマイナス4度ですよ。意外にね、寝れるなって思った。さらにホタテン回路暖かかったね。あ、そうよね。トイレ行くとき本当にね、やっぱ外はねマイナス4度ですから寒いんです。寒い中でやっぱりね、
手あったかくするだけでも全然違う、かじかみ方が全然違うっていうところで、あれほんまにちょっと持っていこう今後、あ、車中泊このぐらいの装備だったらいけるんやっていうふうに思いましたら、ぜひあの参考にしていただきまして、なんだろうあれだけファンヒーターだけ、なんだろう、ファンヒーターはね寝るときは消してるので、どっちかっていうともうあの車内でね鍋したらもうそれだけでほんまにあったかかった、そう暑いんだよ、暑かったんだよ。だから多分昨日の方が快適って思った部分があるのかもしれない。疲れてた。うん、ってことでね、今回の動画、ファンヒーター抜きにして、このぐらいの装備で、あ、マイナス4度ぐらいやったら車中泊全然楽しめるんやっていうふうに思いましたら、ぜひ参考にしていただければと思います。今回の動画、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。抱っこしてもらってる方がいいんですって言ってます。おー、内側ちょっとあれやね、今日ね、タオル出そうか、9000タオル、これさ、よっちゃんさ、よっちゃんの上着がさ2個